アンデルス・オングストロームは、スウェーデンの天文学者、物理学者である。文工学に基礎を築いた一人である。長さの単位オングストロームに名前を残している。ウプサラ大学で1839年に物理学の学位を得た後、1842年にストックホルム天文台で学んだ後、ウプサラ天文台の職員になった。磁気を研究し、スウェーデン各地の磁気の強さと、 磁気変革などの研究を行った。1858年にアドルフ・スバンベルクの後を継いでウプサラ大学の物理学教授になった。彼の重要な業績は熱の伝導の分野と文工学の分野でなされた。1853年に放電管からの光のスペクトルが電極の金属と放電経路の気体成分によるものがあることを示した。 1872年にランフォードメダルを受賞した。1867年に彼はオーロラの光を分析した。オーロラの光は太陽の光と異なるスペクトルを持つことも発見した。息子に物理学者のクヌート・オングストロームがいる。エポニムとして長さの単位オングストロームのほか、月のクレーター、ウプサラ大学の天文学、数学、エンジニアリングサイエンス学部、 そして、宇宙科学と科学の研究所等が入った校舎の一部に名前が付けられている。ありがとうございます。